ペルガミーノはアルゼンチンブエノスアイレス州の都市。2010年の国勢調査では人口10万4922人。同盟のパルティードの成長所在地となっている。UN ロコドアアープゴ。この地域は古くから水源と肥沃な土地に恵まれていたが、1620年頃スペイン人の植民者たちが初めてこの地域を知るようになった時には、 チャルーア族とマプチェ族が住んでいた。その後ほどなくして、植民都市ブエノスアイレスとコレドバを結ぶ、交易路に沿いの中継地となり、1626年1月3日に、この辺りで、スペイン人たちが紛失した、羊皮紙を見つけたという話にちなんで、羊皮紙を意味するペルガミーノと名付けられたが、この言葉は、マプチェ族の言葉で、赤い土という意味にも通じていた。 1700年には最初の入植が始まったが、この地域から放逐された先住民たちによって攻撃が繰り返されたため、1749年には取り出が築かれるに至った。しかし、その後も襲撃は続き、1751年8月8日にこの収録は破壊された。その後も、この場所はブエノスアイレス政府の関心を引き続け、 1769年には、ファンゴンサレス司令官は、村の再建を命じた。その再建が成功すると、近くのアレシフェスの助任司祭によって1779年に、パリッシュが設けられ、さらに1784年には、新たに設けられた、リオデラプラタ副王領のもと、一帯に、パルティードが設定された。ペルガミーノの砦は5月革命後の、 独立戦争初期の戦闘において何度も重要な役割を果たし、1815年には、新生アルゼンチンの国家元首であった最高執政官カルロス・マリーアでアルベアルに対して、イグナシオ・アルバレストマス・大佐が率いた反乱の現場となった。アルバレストマス・大佐のクーデターによって、分割自治志向に傾斜していたでアルベアルの短期政権が倒されたことで、 やがて、アルゼンチンへと発展していく、リオデラ・プラタ連合州は解体の危機を免れた。メルセド・広場聖母教会独立戦争後、新たに、ブエノス・アイレス州知事となった、進歩派のマルティン・ロドリゲスは、1822年には、治安判事を置き、1828年には、ペルガミーの最初の学校を開設した。ほどなくしてこの町には、 土地区場が数多く設けられるようになり、1829年に、もともと牧畜業で財を成したフアンマヌエルデロサスが、ブエノスワイレス州知事となると、知事とペルガミーノの有力者であるアセベドケアアンチ、ヨレーナケとの間に、密接な同盟関係が構築された。ロサスの抑圧的な統治のもと、1838年には、唯一の学校が平行に追い込まれてしまった。 1852年にカセーロスの戦いでロサスが失脚、亡命するとペルガミーノの有力者たちはブエノスアイレス地方の自治拡大を主張するバルトロメ、ミトレの下に結集した。ミトレは1860年にブエノスアイレス州知事に選出され、1861年11月12日にアルゼンチン大統領となった。 ミトレ大統領が1862年に開設したアルゼンチン最初の農学校はペルガミーの周辺の地方にも集約農業を普及させ新たな経済活動の展開をもたらす一助となったアルゼンチンからイギリスへの穀物輸出が始まった1875年以降農業の後継期が始まりペルガミーのでもトウモロコシの大量生産が進んだ町は 成長を始め、例えば学校の数も1873年には4校になったが、町の成長は始まったばかりで、1882年にロサリオを目指して延伸されきた、中央アルゼンチン鉄道がペルガミーノまで開通すると、成長にはいよいよ拍車がかかった。1895年10月23日、人口が1万人を超え、 90以上の事業所が登録されていたペルガミーノは、正式に市に昇格した。ペルガミーノ社交クラブその後も、地域経済はトウモロコシに依存し続け、1912年には、地主たちが資金を提供して、農業研究施設が設けられた。1895年から1914年にかけて、 ペルガミーノの人口は3倍になって3万人ほどとなり、住民の大部分はヨーロッパからの移民やその子供たちが占めていた。この時期にはバスク人、ピエモンテ人、プロバンス人、レバノン人などの重要なコミュニティが形成され、1913年には、この地域で最も有名なアール・ヌーボー建築の一つであるホテルローマが建設された。1917年には、 ピエモンテから移住してきたエンリケベニーニによって、ペルガミーの最初の新聞、ラオピニオンが創刊された。当地に流入してきた移民のコミュニティの中には、イギリス人の主に機関車運転手など、急速に拡大していたアルゼンチンの鉄道事業に関わる鉄道技術者たちの集団もあった。そうした従業者たちに、中央アルゼンチン鉄道の経営者だった。 ロナルド・レスリーも加わり、1918年11月18日に、ペルガミーノで最初のサッカークラブが組織されることとなった。クラブ名は、ボア戦争や第一次世界大戦における活躍で、名高いイギリスの陸軍元帥、ダグラス・ヘイグにあやかり、CA ダグラス・ヘイグと名付けられ、地域リーグの一つ、トルネオ・アルフェンティの B に所属する地元の古豪クラブとなった。 ペルガミーノの中心となる教会と視聴者はいずれも1930年に完成した。その頃まで10年ほど続いた繁栄の後にやってきた世界教皇はこの地域の小規模地主たちの大半を破滅させたが都市ペルガミーノの回復はすぐに始まり、例えば1936年の私立美術館の開館はその現れの一つであった。 1939年には洪水による被害が出たが、その後は、ペルガミーの川に沿って、堤防と運河が築かれた。1947年に人口が5万人近くに、達した頃には、大規模な製造業が創業し始めていた。しかし、農業分野では、フアンペロン大統領が1946年に、設置した国営のアルゼンチン貿易促進院が、 輸出穀物の一元的な買い上げに乗り出したことが緊張を引き起こし、ペルガミーの事態は、イアピが、考えや、その他のインフラストラクチャー整備に資金を投じたことで、利益を得ていたものの、穀物の買い上げ価格は抑制されたために、地元の営農者たち多数が破産に追い込まれた。1955年に、ペロンが失脚して、イアピが解体され、1956年に、 国立農業技術研究所がペルガミーノに開設されると、この地域でもアルゼンチン全国的にも農業部門は復興が進むようになった。視聴者2007年の公設。ペルガミーノでは1975年以来の減少であった。1963年の総選挙の結果、ペルガミーノ生まれのアルトゥーロイリアが大統領に選出された。イリアは 財政均衡を何とか保ちつ,つつ、経済成長を優先する政策を取ったが、ペルガミーノはその恩恵を受けて、空前の経済成長を遂げた。この時期には、ペルガミーノで、最初の高層建築物や工業団地が建設された。イリア大統領は在任中にも何度も生まれた地である、ペルガミーノを訪問した。やはりペルガミーノで生まれた、エクトルチャベーロは、 1972年にフォルクローレのバラッドと語りで構成されたアルバムエルペドア・アペルシギードをリリースして以降全国的に有名になったこの頃まで彼はアタウアルパ・ユパンキという変名だけで知られていたチャベーロ・ユパンキは1992年に死去した後も長く異論をはらみながらもアルゼンチンの この方面の音楽における最も影響力の大きい人物としてその名が取り沙汰される。ペルガミーノに定住したレバノン系移民の一人イサークアナンはペルガミーノで最初の縫製工場を1940年代の遅い時期に建てアルゼンチン国内で広く知られた服飾ブランドであるファーウエストジーンズとマンハッタンシャツを生み出した。1970年頃にはラングラージーンズ フィオルッチ、リーバイス、リージーンズや多数の地元ブランドが大規模なテキスタイル関係の工場を建設し6000人ほど雇用していた。フランス系移民の子であったロベルト・ジェノーは地元最大の製材木工家具工場を設立した。この頃までにペルガミーノはブエノスアイレス州北部における産業中心になっていた。しかし1975年以降は 全国的な経済の不安定化に影響され、1985年頃までに、セミ産業の工場の多くが閉鎖され、小規模な共同組合に置き換わっていった。ペルガミーノの人口増加は続き、1980年には7万人に達した。1978年には、国立ヒトウイルス病研究所がペルガミーノに設置され、1985年には、 アルゼンチンでは最も早い事例の一つとなるケーブルテレビ局が開局した。しかし、全国的な経済問題はペルガミーノにも影響を及ぼし、失業者数の増加や、例えば1989年の地元市ラオピニオンの一時休館という事態なども生じている。この日刊紙を創刊したベニーニケは財政的苦境に陥り、 地元のケーブルテレビ事業を起こしたユーゴアペステギアに同社を売却し、その後はアペステギアがオーナーになっているペルガミーノは1975年、1984年、1995年に大きな被害をもたらした洪水に襲われており、インフラストラクチャーの整備が遅れている。2002年には輸入品の構成と深刻な経済危機によって、 ペルガミーノの産業の大部分も、また、小売業施設の多くも、閉鎖に追い込まれた。特に繊維産業は、雇用者数600人という水準まで縮小した。このような状況の下で、犯罪発生率が上昇し、悲観論が広がる困難な時代の中で、1993年に、統治最初の高等教育機関として、 ペルガミーの中央地方大学が開学したことは、特起される。同校は、2002年に、ブエノスアイレス州北東部国立大学の創設に、伴って、これに合流し、現在ペルガミーのキャンパスには、毎年500人ほどの学生が入学している。ラオピニオンプラザ。地元市、ラオピニオンの新しい本社社屋。2003年以降に進んだ。 アルゼンチンの経済復興は、ペルガミーノの産業基盤にも劇的な回復をもたらし、軍内の農業生産にも良い影響をもたらした。2003年だけで、2500人の製造業の雇用が、回復された。この地域の2950平方キロメートルは、ほぼ完全に農業用地になっており、営農者の多くが養鶏化楽農に特化しつつあるとは、いえ、 ペルガミーノにおける農業は以前としてアルゼンチン国内の穀物生産において重要な地位を占めており特に大豆とトウモロコシにおいて重要であり加えて国内の農業用種子生産の半分がペルガミーノによって占められているこのため1998年にはペルガミーノはアルゼンチン種子首都と宣言されているしかし雇用者数の上で 農業部門の雇用は、軍の就業者数の8%に止まっている。その一方で、製造業部門の雇用が年に13%の伸びを、示して2006年の時点で就業者数の22%に、相当する1万人に達している。ペルガミーノでは、今日でも製造業の中で、テキスタイル関係や製材などが重要であるが、以前よりも、業種の多様化が進んだ結果、 これらの分野における就労者は、産業労働者全体の3分の1を下回っている。ペルガミーノの金融業部門も回復を見せており、地元への貸し付けの価値は2002年から2006年にかけて倍増し、5300万米ドル相当となり、地元の預金額は3倍増に近い1億米ドル近くに上っているペルガミーノの市長エクトールグティエレスは、 これまでの過去の市長たちの大多数と同じように、存続政党といって、アルゼンチンで最も長い歴史を刻んでいる中道の、急進市民同盟に所属している。1999年に市長に選出された、グティエレスは、公共事業の推進を通して、市の経済立て直しを推進し、2005年には、ネストル・キル・チネル政権へのロビー活動により、長年にわたって、 交通量過多の状態に陥っているアルゼンチンで、最も混雑した2車線道路の改善策として、高速道路8号線のペルガミーの絵の延伸 180km を承認させた。ありがとうございます。